J2 リーグに所属しているツエーゲン金沢、2015年に J2 昇格を果たして以降、下位が常連で上位に食い込むことはできていません。新スタジアムが完成する今年はシーズン前から J1 昇格を目指すとクラブが打ち出し開幕を迎えました。ところが第37節を終えて21位と降格圏に沈んでいます。今回は J2 残留に向けて戦っているツエーゲンの歴史を解説します。ぜひ最後までご視聴ください。ツエーゲン金沢の前身は1956年創設の金沢サッカークラブで、古い歴史を持つクラブです。2004年には北信越リーグで優勝を果たすと、2006年に名前を現在のツエーゲン金沢に変更、石川県初の J リーグ加盟を目指します。ツエーゲンとは強いんだを意味する方言のツエーゲンをもとに、ドイツ語のツバイ2つのとゲン進むからの造語で、チームとサポーターが共に進んでいくという意味が込められています。北信越リーグから J リーグ加盟を目指し戦うクラブですが、J リーグ加入までの道のりは決して平坦なものではありませんでした。J リーグ参入を目指して積極的な補強をしますが、北信越リーグでも成績が振るわず、2006年、2007年を4位、2008年は3位で終えます。2009年、監督に上野信弘が就任、J1 での実績豊富な根本雄一や、横浜 F ・マリノスで出場機会に恵まれていなかった若手の古部健太などを獲得し、補強を図ります。北信越リーグでは3位に終わりましたが、全国社会人サッカー選手権では準優勝を果たし、JFL 昇格につながる全国地域リーグ決勝大会に進出。1次ラウンドでは全勝で決勝ラウンドへ進出しましたが、決勝ラウンドで3位となり、同年 JFL 17位だった FC 刈谷と JFL 入れ替え戦を戦うことになります。迎えた入れ替え戦、1試合目は古部のゴールで1対0の勝利、2試合目は根本にゴールが生まれ1対1と引き分けますが、2戦を1勝1分けで終え JFL 昇格を果たしました。 JFL 初年度となる2010年も積極的に補強を行います。元日本代表久保達彦、地元石川県出身の田中俊也を獲得、昇格の勢いそのままに J2 まで一気に駆け上がろうとしましたが、年間の順位は10位、2011年も7位で終わり、 J リーグ昇格を逃し、監督の上野が退任します。2012年は監督に森下仁が就任しますが、14位と振るわず、2013年 J リーグ参入条件である J リーグ準加盟申請が承認され、順位次第では翌年から新設される J3 リーグへの参入が認められることになりました。このシーズンは新戦力の清原翔平がチーム内得点王の13点を挙げ、 JFL 年間ベスト11に輝く活躍を見せると、大卒ルーキーの佐藤和弘も10得点を挙げる活躍で J リーグ参入を目指すチームを引っ張ります。新戦力の活躍もあり、7位で終え、念願だった J3 参入が決定しました。2014年 J2 へ駆け上がるため大胆な補強を実施します。山藤健太、佐久田雄二、辻尾慎二など実績豊富な選手を獲得。リーグ戦では JFL でしのぎを削った FC 町田ゼルビア、 AC 長野パルセイロと優勝争いを演じます。安定感のある鉄壁の守備陣とエース清原を中心とした攻撃を武器に、リーグ序盤から上位をキープ。第21節以降は12勝1分けと13試合負けなしでシーズンを終え、第32節アウェー FC 琉球戦で勝利し優勝、 J3 リーグ初代王者として歴史に名を刻みました。2015年初の J2 挑戦にあたって、昨年に続き積極的に補強を行います。モンテリオ山形から秋葉勝、清水エスパルスから広井智信を獲得。初の J3 から昇格したクラブだったこともあり、開幕当初は降格候補に挙げられていました。しかし第2節の東京ヴェルディ戦で J2 初勝利を挙げると、第4節から第16節は8勝6分けと下馬評を覆す躍進で、一時は首位に立つほどでした。後半戦は失速し12位でシーズンを終えましたが、 J3 からの昇格クラブでも J2 で戦えることを証明する結果となりました。2016年は開幕前から前年の主力選手が各クラブに引き抜かれます。エースの清原がセレッソ大阪、佐藤が水戸ホーリーホックに移籍したことで戦力がダウン。シーズン開幕からつまずき、初勝利が第11節と大きく出遅れてしまいます。その後も事態は好転しないまま、最下位で迎えた最終節、首位北海道コンサドーレ札幌に引き分け、21位でフィニッシュ。ギリギリで自動降格を免れ、 J3 リーグ2位の栃木 SC と入れ替え戦となります。入れ替え戦では栃木 SC に対し2戦2勝で辛くも J2 残留を果たしました。21位からの巻き返しを図った2017年は、5年間監督を務めた森下を解任し、柳下正明が就任、選手も多くが入れ替わります。松本山雅 FC から白井優斗、ビファーレン長崎から佐藤浩一と実力のある中堅に加え、セレッソ大阪から庄司穂野や、鹿島アントラーズから柿田勇気、アルビレックス新潟から宮崎キワラと有望な若手選手をレンタルで獲得。新監督のもと、前線からボールを奪いに行くアグレッシブなサッカーをベースに戦います。戦術の落とし込み
に時間がかかり、第14節終了時点で19位と低迷し、昨年同様降格争いに巻き込まれますが、パフォーマンスは徐々に向上。特に佐藤は16得点を挙げる活躍を見せます。終盤戦は7試合負けなしでシーズンを終え、17位ながら来季に期待が持てるシーズンとなりました。2018年は13位、2019年は11位と、徐々に柳下の目指すサッカーが浸透し、順位を確実に上げていきます。しかし毎年のように主力を抜かれる状況は変わらず、2019年以降は順位を落としていくことに。2020年は昨年ブレイクした大卒2年目の山本義道が横浜 F ・マリノスに移籍した影響もあり、失点が増加、18位に終わるものの、大卒ルーキーの加藤睦月が13ゴールを挙げる活躍を見せますが、その加藤も翌年セレッソ大阪に移籍してしまいます。2021年は新型コロナウイルスの影響で降格枠が4クラブとなり、過去にない残留争いが繰り広げられました。スウェーデンは序盤こそ好調でしたが、徐々に順位を落とし、第40節終了時点で降格圏の19位、残留のために絶対負けられない第41節モンテディオ山形戦、新加入の瀬沼雄二が2ゴールを決め勝利し、残留圏の17位まで順位を上げます。最終節は引き分けましたが、最終順位は17位、見事に残留を果たしました。2022年は地元石川県出身の元日本代表豊田洋平を完全移籍で獲得、シーズン開始前から高く注目されています。前半戦折り返しの時点で12位とまずまずの立ち上がりでしたが、後半戦になると失点が増加、最終的にはリーグワースト2位の69失点を喫しましたが、新加入の林正道、サンフレッチェ広島からレンタル加入した松本博也が攻撃陣を引っ張り14位で終えました。柳下大成7年目の今季は目標に J1 昇格を掲げ、昇格プレーオフ圏内の6位を目指しシーズンをスタートしました。これまでの最高順位が11位のツエーゲンですが、クラブは本気で J1 昇格を目指しクラウドファンディングを行います。クラウドファンディングの資金を見込んだ補強を実施、今までは育てた選手が他クラブに移籍するという資金の少ない地方クラブの宿命と戦ってきましたが、今年は選手の残留補強に成功します。昨年13得点の林、経験豊富な豊田を残留させると J リーグでの実績があるジェフェルソン・バイアーノを獲得、松本がサンフレッチェにレンタルバックしましたが、ベガルタ仙台から石原貴義を獲得と、各ポジションに的確な補強を行い開幕に臨みました。周囲の期待を背負い開幕を迎えましたが、開幕戦からいきなり4連敗を喫し最下位に。その後3連勝と立て直し、第10節終了時には9位まで順位を上げます。一旦はプレーオフ圏内まで勝ち点差2のところまで来ましたが、順調だったのはここまで。この後は得点はするものの失点が多く、勝ちきれない試合が続きます。シーズン折り返しの第21節終了時点で15位、プレーオフ圏内まで勝ち点差10開けられてしまいました。ここから守備陣の立て直しを図り、ジュビロ磐田から山本義道をレンタルで再加入させますが、失点が減ることはありませんでした。その後も徐々に順位は下がり続け、第25節終了時には降格圏内の21位に、第32節から第36節までは5連敗を喫し、連敗中は1得点も取れないという屈辱も味わいます。この連敗中にクラブアンバサダーの辻尾が X で更新した内容がネット上で話題に。苦しい状況なので、いろいろなご意見があることは承知しておりますが、選手がコーラを飲んでいる通報を事務所にするのもやめていただきたいですと投稿。勝利が遠いクラブに対してサポーターのストレスも溜まっていたのかもしれませんが、この投稿に対してツエーゲンに同情する声が殺到しました。9月29日には新スタジアムであるゴーゴーカレースタジアムの完成を受け、 J1 ライセンスを取得したと発表。今年の J1 昇格は絶望的ですが、来季以降に向けて絶対に残留するしかなくなりました。迎えた10月1日は20位レノファ山口との残留を争う直接対決。試合前の勝ち点差は6のため、勝利以外は絶対に許されない状況でしたが、結果は3対2で敗戦。残り5試合で残留圏内までの勝ち点差が9に広がる結果になってしまいました。新スタジアムも完成し、 J1 への挑戦権を手に入れた今シーズン、降格するわけにはいきませんが、ツエーゲンは最大の危機を迎えています。しかし何が起こるかわからないのが J リーグの面白いところでもあります。過去にも降格の危機を乗り越えてきたツエーゲン、今年も残留することができるでしょうか。